激励会は1日、マニ市役所で行われました。全国大会に出場するのはクセ空手道クラブ所属で高校1年生の宗盛葵さん、中学1年生の浅尾結衣さん、同じく中学1年生の田村ロデッサさん、小学4年生の森木康介さんの4人です。会では、 市生活環境部の池田俊弘部長が全国大会へ出場おめでとうございます出場できるのは皆さんが日頃から鍛錬し努力した賜物だと思いますそれぞれ持てる力を全国大会で出してくださいと激励の言葉を送り目録を手渡しました4人は今年5月5日に浅口市で開かれた 日本空手協会主催の第48回岡山県空手道選手権大会に出場しました大会では肩の部と組手の部が性別や学年に分けて行われ宗盛さんたち4人はそれぞれの部門の上位4位以内に入賞全国大会に岡山県代表として出場することになりました緊張するけど頑張ってよ、はい 宗盛さんは、今年7月6日と7日に群馬県で開かれる第66回全国空手道選手権大会で、高校生女子の部と組手の部に出場します。こちらはどちらも全国から173人の選手が出場する予定になっています。また、8月3日と4日に静岡県で開かれる第66回 小学生、中学生全国空手道選手権大会で、森木さんは小学4年生男子片のに、田村さんは中学1年生女子組手の部、浅尾さんは中学1年生女子片のと組手の部に出場します。どの部も全国から100人を超える選手が出場する予定です。 今回出場する内閣総理大臣杯は、学年別ではないので、高校1年生の私は、えー、まあ,あのむず厳しい戦いになるとは思いますが、今まで練習してきたことを十分に発揮して頑張りたいと思います。また、少しでもいい結果を残して帰れるように頑張ります。引き手は早く頑張って、1回は勝ってみたいです。 去年はあと一歩のところで負けてしまったので、今年こそはベスト8に入れるように頑張りたいです。相手より早く動いて、相手を倒したいです。